はい、こんにちは。まーちゃんのうまいはです。今日はこちらですね。レゴマインクラフトのスケルトンアタックです。はい、ということで2018年のレゴマインクラフト新シリーズ、いつの間にか新しいものが出ておりました。これは21146でスケルトンアタックですね。はい、スケルトンが襲ってくるみたいです。じゃあ早速作っていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらがレゴマインクラフトのスケルトンアタックですね。その名の通りですね、ここになんとスケルトン3体おります。3体もいるね。で、今回ね、初登場だね、これスケルトンホースだね。そうそうそう、これスケルトンホースで、その上にスケルトンが乗っかってるんだけども、箱にはね、スケルトンホースマンって書いてあるんだよね。乗っかってるからだね、多分そうだと思う。で、この辺りは何やらこう山岳地帯みたいになってるのかな。ここが若干燃えてて、下は溶岩になってますね。本当だ。で、ここに鉄鉱石かながあるね。そうね、ここに何やら鉱石がありますね。そして、こちら側が、スティーブの家になってるんだけど、看板が珍しくありますね。こっち行けってなんか書いてあるけど、絶対こっち行けっていうんじゃなくて、こっちは危ないよっていうのだと思う。危ないよってことなのかな。ここに橋があるんだ。そう、橋があるの。で、こちらが家になっております。家はね、レゴマインクラフトでおなじみなんだけど、これね、簡単に取れるようになってます。また取れるタイプですね。で、このはしごから登ってって上に進むって感じかな。ここにベッドがありますね。で、ここには赤い羊がおります。赤い羊は毛が刈られております。刈られた毛はここに乗っかってる。あ、一応変えることもできるのかな。そうそう、変えられる。あ、この赤の羊とこの木の家の木とかでベッドを作れるってやつかな。そうかもしれない。で、もう一つはしごがあって、ここから一番上に登る。一番上にはチェストがありますね。で、チェストの中には木のつるはしと鉄のかな。鉄か石だね。そうだね。あとはハサミ。ハサミが入ってます。このハサミで羊さんの毛を刈ってんだね。で、お家の裏側にクラフトテーブルとかまどが配置されてますね。あ、これさっき言ってたベッドです。で、お家の表の方にスティーブがいますね。横側にこうなんか、これ何？麦とかぼちゃがあるね。かぼちゃね。このお家は何やら水の上に立ってるみたいな感じだね。そうだね。で、レゴマインクラフトではおなじみなんだけど、大体ですね、ギミックがあります。それがですね、今回この屋根ですね。ここなんか不自然でしょ。あ、今ちょっと触っちゃったけど、これね、ここ引っ張ると抜ける落とし穴ができるんだね。ここまでスケルトン誘って下まで落とすみたいな感じ。結構大変そうだね。違うか。チェストでこういろいろ整理し終わったら、こう開けて下ボヨーンって下落ちるから。ああ、ベッドがあるからね。スプリングみたいにボヨーンボヨーンってできるもんね。まあ、ベッドを破壊しちゃったら一貫の思いでダメに食っちゃうけど。そうね。じゃあミニフィグ紹介していきましょう。まずこちらがスティーブだね。スティーブはこの鉄の剣か石の剣を装備してますね。今回は何も防具なしだね。はい、続いてこれが赤い羊さんですね。羊さんはさっきも言ったんだけど、この背中のストロック赤い方に取り替えると一応元通りになります。続いてこれがスケルトンですね。これは2体入ってました。当たり前だけど両方弓セットしてるね。そうだね、弓装備してます。で、これが今回初登場のスケルトンホースだね。これさ、すごいの。この上に乗ってるスケルトンはエンチャントしたヘルメットにエンチャントした弓がついてる。そうなんだよね。結構強そうだね。で、このホースのね、顔がね、すごい似てる。こういう感じだもんね。首が動くのと、あと後ろ足がこんな風に動きますね。なるほど。骨っぽくさ、ところどころ透明になってるところがいいよね。はい、よく寝た。今日は何しよっかな。そうだ、羊さんの毛を刈ろう。よいしょと。よし、オッケー。じゃあ鉄鉱石足りなくなっちゃったから取りに行こっか。さーて、この橋を渡ると鉄鉱石があるはずだな。うわっ、スケルトン！念のため剣も持ってきておいてよかった。おりゃ！せい！せいや！ふう、やっぱり楽勝だった。うわー、もう一体いた！勝負だ！てい！てい！とりゃ！ほれみれ、やっぱり強いだろう。いやー、スケルトン！はい、ということで、編集中のお父ちゃんでございます。ちょっと言い忘れたことがあったので、急遽登場しましたけれども、今回のね、このレゴマインクラフトの動画なんですが、全てですね、Adobe プレミアラッシュ CC で編集しておりますね。先日発表されたばかりのこの新しい編集ソフトですね。プレミアプロと違ってですね、ラッシュっていうのは若干荒編というか、簡易的な編集のためのソフトなんですね。で、この編集ソフトの素晴らしいところはですね、Adobe のクラウドと連動してるんですね。今これね、この Mac で編集したものが全てクラウドに上がってるんですね。なので iPhone のアプリでも同じものを見ることができるんですね。もちろんね、逆もできるんですよ。例えば電車の移動中とかで iPhone で編集してて、帰ってきたらこっちのね、パソコンで編集して完成させるといったフローが簡単にできます。すごくね、便利なソフトだなと思いましたね。ラッシュの方はね、フィルターとかがないので、例えばエコーをかけたいとか、声にエコーをかけたいとか、そういう処理はできないんですけど、ただビログを編集するときなんかですね、もうこれで十分じゃないかな。本当出先で iPhone で編集してね、これで帰ってきてこっちで書き出しとか、このままね iPhone で書き出してそのままアップロードありじゃないかなと思いました。はい、そんなわけで、編集中のお父ちゃんでした。はい、ということで今回はレゴマインクラフトのスケルトンアタックでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画、いつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。